水風の章、盾ごとの説、謀略の長寿。グロンダーズ海戦に勝利したことで、同盟諸侯からさらなる援助を引き出そうとするクロード。一方、帝国軍は帝都への進軍を警戒し、メリセウス要塞の守りを固めつつあった。私らが目指すのはテイとアンバル。でもその前に最大の難関が控えてる。最大の難関ですか？メリセウス要塞さ。あれを抜かない限りテイトにはたどり着けないからね。フラク要塞、メリセウス。確か頑固な老将軍なんて呼ばれ方もあったはずです。由来は知りませんけど。テイとアンバルを守護するために築かれた大規模な要塞ですよね。海戦に負けた帝国軍はアンバルまで引いた。今メリセウスを守る兵はそう多くないだろう。ああ、敵の増援が到着する前に片付けたいもんだね。さて、名手殿はどうするつもりなのか。みんな遅くなって悪いな。諸侯が泣いて返してくれないもんでね。それで追加の援軍はどうなったのさ。来節までお預けになったよ。さすがに立て続けには出す余裕がないとさ。やれやれ。メリセウス要塞はどうする？援軍の到着を待つつもりかい？いや、来節まで待ってたら敵も守りを固めちまうだろう。とはいえ正攻法で要塞を落とすには敵の3倍以上の兵力がいるってのが定説だ。確かに士官学校じゃそう習ったね。しかも今回は剣上で名高いメリセウスだし。今の俺たちの兵力じゃ全く足りない。さてどうしたもんかね。あの高い壁をよじ登れってんなら勘弁だよ。上から石を落とされて死ぬのがオチだ。私も絶対に嫌。誰か中から門を開けてくれないかな。残念ながら内通者は、あ、いや内部に潜入さえできれば中から開けられるか。密かに潜入して中を引っかき回してから門を開けて味方を呼び込む。これだ。そうそう、私もそれを言いたかったの。わあ、さすがはヒルダさん。でもどうやって潜入しましょうか？それは変装？帝国兵に化けて味方です、門を開けてって。ダメ？じゃあ開けますねって。そんなんで開けてくれりゃ世話ないよ。いや、いい線いってるぜヒルダ。あとは少しの工夫で門は開く。本当？さすが私。で、その工夫とやらは何なのだね。まさか得意の腹板作戦じゃ。俺食いすぎたかな。ちょっと腹が痛く。ラファエル君、なぜ軍議中に肉を食っている？で、肝心の工夫はその時まで秘密だって言うんだろう。まったく名手様と来たら。いいじゃないかジュディット。戦争は嫌でも俺たちの気を滅入らせる。少しくらいの遊び心があってもいいだろう。ま、任せておいてくれ。進むたび新しい血が流れ、血が流れることでさらに前へ進む。戦争ってやつはいつも無情だが、幸いみんなの心はまだ折れてないようだな。そういうやつも先生が話を聞いてやれば安心するさ。頼んだぜ先生。ああ、要塞を落とす策だが、準備にもう少し時間がかかりそうだ。難攻不落の大要塞だからな。念には念を入れとかないと不安だろ。帝国兵に変装して要塞に入れてもらう作戦、
どこまで採用してくれるのかな。クロード君はもう一工夫って。先生はどう思います？私がエーデルガルトちゃんに？どこも似てませんけど。やっぱり普通に帝国兵に変装するのが無難っぽくないですかね。メリセウスといえばアリアンロッドに並ぶ剣道さを称えられている大要塞だ。クロードに任せておいて大丈夫なのか。しかも作戦の発案者はヒルダさんだぞ。信じられるものなら信じたいが、あの男なかなか手の内を明かしたがらないしな。クロードが無茶なことを言い出さなければいいのだが。やっぱり今の帝国軍には彼らが加担しているようですね。その彼らが何者なのか私にはまだよく分かりませんけど、次もどんな手を使ってくるか分かりません。油断しないで戦いに臨まないと。フロンダーズ平原での戦いは凄惨でしたね。だけどあれこそが戦争の現実なら目を背けちゃいけないんだと思います。生き残った僕らはあの戦場で散った命を一つも無駄にはできません。この先で必ず平和な時代を築いて彼らの死に報いましょう。主よ、全ての死者に常しえの安息を、そして彼の魂に静穏な眠りをお与えください。夜遅く大聖堂に来るとね。彼もよくこうしてお祈りをしていたわ。あれは誰のことを考えていたんでしょうね。グロンダーズの海戦であんなに多くの人が死んで、それでも翌日には平気な顔で次の戦いの準備をする。戦争というものは大陸を舞台にした壮大な即興劇なのかもしれませんね。え？舞台上で事故があっても翌日には平気で上演されます。みんな平気なふりをしてただただ自分の役割を演じているんじゃないですか。私以前はいつ死んでもいいってそう思ってたんですけど、実際に多くの死を目の当たりにすると命の尊さを感じずにはいられなくて、死んでもいいなんて傲慢ですよね。昔の自分を恥じるばかりです。筋肉をいじめてると悲鳴を上げるだろ。そしたら今度は筋肉に優しくしてやるんだ。腹ペコの筋肉に食い物をたくさんやってゆっくり眠らせてやるんだぞ。当然だぞ。筋肉が痛がりゃおでも痛えし、筋肉が腹ペコならおでも腹ペコになるんだ。おでと筋肉は一心同体。あれ先生、何言ってるかわかんねえみてえな顔だな。クロードが策を練り、先生が指揮を取り、私らが戦う。これがうまく回りさえすればどんなに不利な戦いでも絶対に勝てるってみんな思ってるみたいだよ。次も期待に応えてくれよな先生。秘密の作戦、心沸き立ちます。奇襲私好みます。はい、狩り獲物奇襲します。奇襲、味方安全なところから始まります。犠牲減る、減ります。同じ学び屋で過ごした方々が本物の戦場で相対するだなんて、戦争というのはなんてむごいんでしょう。私とっても胸が痛みましたわ。こんな愚かしい行いはこの戦争で最後の最後にしたいものですわね。ああ先生、ちょっと尋ねるが、死神騎士ってのを知ってるかい？このところ名を挙げてる帝国の将なんだけどさ、まだはっきりとは言えないが、
近々そいつと戦うことになるかもしれないよ。みんな5年前とは顔つきが変わったようだね。場数を踏んで心も鍛えられたかね。たくましくなってくれるのはいいが、人を殺すのに慣れちまうのは良くない。あいつらのことしっかり見てやれよ。人間が歪んじまわないようにな。先生、あまり無茶な命令を出すなとクロードに言ってくれ。方々に手を回してはいるが、さすがに限度がある。帝国の兵装、町中の人手を借りて作らせないとこの数は揃わんな。こうして帝とアンバルに近づくごとについ昔を思い出してしまうのよ。私、富と貧困、栄光と挫折、繁栄と没落、全てがあの町にあった。懐かしいわ、もう遠い昔のようと思ったけれど、実際かなり昔になってしまったわね。メリセウス要塞は帝とアンバルを守護するために築かれた大要塞だ。要塞を落とさぬ限り帝都にはいけないが、落としさえすれば帝都を裸同然にできる。また何か策を用いるつもりなのだろう。君たちなら勝てると信じているぞ。かつてセイロス騎士団にいたギルベルト殿をグロンダーズで見た者がいるらしい。彼はもともと王国の騎士だったとかで、ディミトリ王子に従っていたのだろう。ギルベルト殿は優秀な騎士だった。共に戦えず残念だよ。どんなに堅牢な要塞も守る将が無能ならば簡単に落ちるとか言いますけど、メリセウス要塞はどうなんでしょうね。まあ僕が皇帝だったら大事な要塞に無能な将なんて絶対に起きませんけど。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。次はメリセウス要塞を攻めるというのは本当なんですか？やめた方が。どんな大軍で攻めても絶対に落ちないって聞いたことがありますし、やっぱりやめましょうよ。自分はまだ皆さんとお別れしたくはありません。質問だ。十分すぎる答えをもらった。メリセウス要塞に書簡を届けてきました。多分疑われなかったと思います。イグナーツに頼んで正解だったな。お前の誠実そうな顔なら簡単に人を騙せる。褒めてるんですかそれ。その書簡には何が書かれているんです？増援の到着を知らせる書簡だよ。突然増援が現れたら怪しまれるだろ。それってつまり、俺たちはテートからの増援に偽装してメリセウス要塞に潜り込む。私が考えた変装作戦ちゃんと採用してくれたんだ。帝国軍の兵装も一式調達済みだ。うんうん、やっぱりね。それしかないと思ったんだよな。ただそれだけじゃ足りない。あ、もう一工夫って言ってたよね。クロード君が女装するとか。俺が女装して何の意味があるんだ。顔を改められたら余計に怪しまれるだろう。増援を率いる帝国の将軍の名前も書簡には書いちまってるしな。俺の考えた筋書きはこうだ。要塞に向かう俺たちを別の一軍が襲う。襲われるんですか？それはちょっと。もちろん見せかけさ。襲う連中も俺たちの仲間だ。わかった。帝国軍の増援が同盟軍に襲われているように見せかけるんだね。ああ、焦った要塞の連中が門を開けりゃあとはわかるな。なるほど、そいつは成功させたいね。だが悪い知らせもある。メリセウス要塞の首相として悪名高き死神騎士が入ったとさ。フレンさんを誘拐した。
死神騎士、思い出したくもありませんわ。奴はファーガス西部の鎮圧戦で名を挙げて、その武勇は帝国随一とまで言われてるよ。だがこっちの指揮を取るのは先生だ。大丈夫、今回もうまくいくさ。やれやれ、結局坊やの作戦は先生頼みだね。ま、先生の指揮ならなんとかなるか。師匠仕込みの傭兵、今回も期待してるよ。さあすぐに出発するぞ、準備に取り掛かってくれ。先生、あんたにだけは言っておくが、実はもう一つ秘策を仕込んである。俺としては最後の切り札として取っておきたかったんだが。あ、本当はまだ使いたくはなかったが、贅沢も言っていられなくなった。エーデルガルドは強い。帝国兵も思いのほか結束しているようだ。この前の海戦で痛感させられたよ。常に全力で挑まないと勝てないってね。同時に感じたことがある。先生、あんたはやっぱり特別な存在だよ。あの乱戦でみんなが落ち着いて戦えたのは、先生の力を信頼していたからだ。全員先生なら勝たせてくれると信じてる。この感覚はもはや信仰に近いかもな。俺とあんたなら帝国の支配からこのフォドラを解放できる。その先にある風景もきっと一緒に見られるさ。あの男、来るか。ん？誰のこと？まさか先生か？さすがにこの要塞は落とせねえだろう。はあ、まためんどくさそうな話だね。僕は寝てますよ。死神の顔が貴様を立つか、その剣が俺を殺すか。